ワールドシリーズ2024オンライン予選マイシャラズカップ開幕戦、舞台はドイツのニューブルクリンク 24H 4周のグループ3ワンメイクレースでございます。最優勝はついにありました。 GT7 になってから初めての公式戦ポールポジションからのスタートということになります。さあ、このポールポジションという最高の位置から優勝通算3回目となるマイシャラズカップトップチェッカーを果たして受けることができるんでございましょうか。そして2番手には中国人ドライバーの SRCN、 3番手にはひな選手と、なんとトップ3はメルセデス AMG が独占ということになりました。さあ、その勢いそのままに、このメルセデス AMG トップ3がこの勢いを保ったまま決勝レーストップ3ドミネートしてしまうんでございましょうか。はたまた他のメーカーの猛者たちがこのメルセデス30士に待ったをかけるんでございましょうか。さあ、いよいよ2024年シリーズのマイシャラズカップ、いよいよスタートが切られます。世界有数の難関コース、ニュルブルクリンク 24H から始まる自動車メーカーナンバーワン決定戦マニファクチュラーズカップ、いよいよ開幕であります。果たしてこの GT7 現時点で最も長いニュルブルクリンク 24H を制し、最高のスタートダッシュと切っていくのはどのメーカーの誰なんでありましょうか。今シグナルグリーンが変わりました。決勝レースのスタートです。さあ、まずは1コーナー、横浜 S に向かってカーナンバー3番のハイスピードエトワール、メルセデス AMG がユーシング1コーナーホールショットを取っていきます。2番手に SRCN、 3番手にヒナ選手、トップ3はメルセデス AMG、 そして4番手の争いは団子状態だ。さあ、1、2コーナー、低速化の1、2コーナーを向けて、さあグランプリコースでの争いであります。まずは GP コースでの争い、メルセデス4番手、そして5番手の争いを並んでいる交番とクリニチャン選手の争いだ。マツダ対日産、さあこのマツダ対日産も今シーズン必ずしもチャンピオン争いをしていくであろう因縁の対決でございます。さあ、同じ日本メーカーの争い、マツダ対日産はまずはここ交番選手、マツダが前に出ました。日産が6番手クリーチャン選手、7番手にパシ選手、その後ろからはさあドラッグラインが飛び込んできた。ドラッグラインがカーナンバー16番ヘアピンカーブで前に行きました。これで7番手に浮上。今年以上の白と赤のカラーリング、オーストラリア人ドライバーでありますけれども、白と赤、さあこれは日の丸国旗カラーでございましょうか。日本に敬意を払っているカラーリングか。ドラッグラインが現在7番手、そしてパシ選手が8番手、そして9番手にはサントデボーテ、そして10番手の争い並んでいました。さあ、豪華とここはレーシングブルーズ、タピオカ選手が、さあここはインサイドを取っていく、サイドバイサイド、メルセデスとアルファロメオ、さあどうでしょうか。サイドバイサイド、まもなく北コースに入ろうといったところでございますけども、 GP コースの時点で激しい順位争いがオープンアップ展開されている。さあ、ここはベタキャッシュ SRB、 タピオカ選手、ここはしかし前に行きませんでした。そして12番手にはバードレグ、そして13番手にはトニー、14番手にはアルビー、15番手にはユタ、そしてハサウェイ選手が少し遅れていますね。16番手つまり BRZ であります。さあ、北コースの攻防でございます。トップはユーシング、2番手に SRCN、 3番手にヒナ、トップ3は面接3台変わっておりません。そしてヒナ選手のライスシャワー、その後ろから少しベル選手が少し蓋を開けた格好になりました。さあ、今回はこのメルセデス3台、メルセデス30シェアこのレースを引っ張っていくのか。今回はメルセデス AMG、 このニルブルクリニック 24H はベストマッチしてるんでありましょうか。しかしちょっとベル選手はあれですね、ちょっと左リア、あ、実は右リアですね、右リアのサスペンションを破損していますね。これはちょっとこの後の高速コーナーバランスが崩れてくるかもしれません。さあ、コーバン選手はペースが上がらないこのベル選手を早めにかわして、その前のメルセデス30士トップ3台に挑戦状を叩きつけていたところでございます。しかしこの北コースに入ってしまいますと、非常に高低差、そして、まあ、路面がバンプリーなのに加えて道幅が狭いですからね、なかなか仕掛けたくても仕掛けられないようなコースなのがこの北コース。さあ、交番選手のオンボード映像、カーナンバー1番、今回のレースの間違いなく優勝候補の一人であります、カーナンバー1番の交番、今シーズンはマツダ RX ビジョンとともにこのマイシャラズカップに参戦していくことになりました。さあ、このコーバン選手がこのオレンジと黒のカラーリング、このカラーリングが前の緑と黒のマシン、アウディ R8、 傷を負っているベル選手をかわすことができるんでございましょうか。そしてそこからまた大きく遅れまして、あ、フロントボディを破損していますね。6番手日産 GTR のクリちゃん、そして7番手にはドラッグラインになりますが、後ろからマクラーレンカラーリングのハシ選手が現在8番手、その後ろからポルシェのサントデボーテが9番手。さあ、この辺りがちょっと一列渋滞になっています。さあ、こういった、あーっと、後半か、
交番ちょっと待ちまーす。スピンだー。交番がスピンオフ。北コース最初のエッジ9はなんとカーナンバー1番の交番。縁石乗って明らかにリアがブレイクしたような動きにも見えました。いやー、これは交番選手悔しい悔しいスピンでありました。予選もあまり振るいませんでした。しかし決勝レース、序盤いいスタートを切って、さあここから上位進出かと思われた矢先、急転直下交番、ここでスピンがあって16番手に交代。序盤からいきなり一波乱が起きてしまいました。ニルブルクリンクに新 OH、 さすが緑の時刻、少しでも油断をしてしまうと一気に落とし穴に叩き落とされる。これがニルブルクリンクに新 OH、 緑の時刻でありましょうか。さあ緑の時刻の洗礼を受けた交番選手と対照的にトップ3台は快調です。メリセンス MG の三重士、ユーシング SRCN ひな選手がもう統一感覚で続いています。そして4番手のベル選手、しかし少し追いついてきましたかね。さあベル選手が、まあ、先ほどちょっとコーバン選手が後ろから思う存分プッシュしていましたので、後ろから脅威がなくなった今、もうベル選手は後ろよりも前にこれは集中しやすい状況になりました。監督の4番手となりましたベル選手。さあアウディ R8 がこのメリセンス MG、 こちらのアウディ R8、 ドイツのメーカーでございます。さあメルセデス対アウディ、ドイツメーカー同士の優勝争いとなっていくのでございましょうか。そして5番手にはクイちゃん、そして6番手にドラッグライン、7番手にはパス選手、そして8番手には佐野デボーテ。さあこの辺りはいつポジションを起こしてもおかしくない。パシュがここはポルシェ、佐野デボーテの前に出ています。さあパス選手が順位を上げて、そのまま6番手のドラッグライン選手に寄せかかっていくことでございましょうか。さあそしてここが見どころのカルステル、さあこのカルステルをうまくここは立ち上がっていきます。おー飛ばない、リアを少しスライドさせながら、さあパシュが入ってきた。さあ少しのミスも許されない。ここでサンドデボーテが、あーちょっと危ないか、ちょっと接触した。あサンドデボーテが、あーっとちょっとスピンオフ、接触がありました。そしてスピンオフ戻れなかった、反対方向を向いてしまいました。いや果敢に仕掛けたんですけど、ちょっと無理しすぎたか。ポルシェ911、いや気持ちは分かりますよね。前のマシンの挙動が乱れたらチャンスとばかりに飛び込んでいった。しかし待っていたのは接触でした。ここでサンドデボーテも大きく後退、16番手に下がります。さあそしてこれに乗じましてクリンちゃんが5番手、6番手にドラッグラインがありますが、7番手にパシャ、8番手に豪華選手が上がってまいりました。さあこの辺りはやはり、まあ、前に出ていくという闘争心も必要でございますけども、何しろ道幅が狭くて路面がバンピーですからね、下手に仕掛けてしまいました。先ほどのように足元を救われてしまう可能性もね大きくありますからね。さあここは冷静にかつ大胆に仕掛けていくことが非常に重要とされます。さあ精神のコントロール、もちろん闘争心も大事ですけども、そういった冷静さも兼ね備えなければならないという、さあ精神のコントロール、そしてドライバーの腕、全てが兼ね備えていないとこのコースでは勝利することができません。さあ豪華が現在8番手、パシュが7番手でございますけれども、6番手のドラッグラインが少しパシュ選手との差を広げました。そしてクリーちゃんが5番手、そしてベル選手4番手、前のメルセデス集団にちょっと追いつきはしませんですね。ちょっと前のヒナ選手から水を分かれています。そしてヒナ選手もちょっと SRCN との差にちょっと離れてきたか、 SRCN の差が少し離れてきました。さあライスシャワーカラーリング、現在3番手のメルセデス MG ヒナ選手、ニューシンゲームズは今回初登場ということになります。カーナンバー15番、ライスシャワー。さあこのニューブルクリンク 24H、 全長が25キロとや全長が25キロあるこの長い長いレースを、漆黒のスティアーとともに果たしてどのようなレースを見せていくんでございましょうか。さあそしてトップ争いも近づいてきたぞ。トップはニューシングでございますけども、 SRCN がこの長いストレートを利用しましてスリップストリームについて、さあニューシングの真後ろについた。予選でもトップ2番手を分け合ったこの2台、ユーシングと SRCN。 さあこの2人が早くもマッチレースの様相を呈してまいりました。さあ1コーナーに向けて完全に射程に捉えているのは SRCN。 そしておっとベル選手がピットストップです。ベル選手が1周目でピットストップ、まあダメージを受けていましたからね、ここはダメージを修復して残り周回数はノーストップでいこうという作戦でございましょうか。さあそして今回のタイヤのレギュレーションなんでございますけども、タイヤ消耗が3倍、そして燃料消耗が2倍、そして必ずこの4周の決勝レースのうちに1回はピットストップに入らなければならないというピット義務が今回は設けられています。
さあそのピット義務を何周目に消化していくかっていうところが今回のレースもう一つの見どころになってくることだと思います。さあベル選手は1周目オープニングラップを終えて2周目に入るところでピットストップ、このまま最後まで走り切ってしまおうという作戦でございましょう。そしてクリちゃん、そしてタピオカ選手、そしてトニー、コーバも入りました。さあコーバも入ります。そしてアルビーもピットストップ、そしてサントデボーテ選手もここでピットストップ。これで911この辺りはダメージを受けていますからね、ダメージをここは修復して残り周回数はもうノンストップで行ってしまうという作戦でございましょう。さあそしてトップ争いに目を向けていきますと、トップ争いは膠着状態が続いています。前のハイスピードエトワール、カーナンバー3番の名声 NG、 イエッシング現在先頭でありますが、2番手には名声スカラーリングの SRCN のカーナンバー2番、中国人ドライバーが迫ってきています。さあトップ争いはちょっとひな選手3番手離されていますから、徐々にこれは一騎打ちの様相を呈してくるか。さあユーシングと SRCN、 ここから北コースに入っていきます。さあしかし北コースに入ってしまいますと道幅が狭いですから、どうしてもね相手のミスマッチになってしまうっていうところもあります、この今回のレース。しかしまあ下手に仕掛けられなくてもプレッシャーをかけ続けることはできますからね。さあ SRCN はそのユーシングのミスを誘うプレッシャーを後ろからもう差を広げられないようにしっかりとユーシングの真後ろに近づき続けて、そして隙があればトップ浮上に向けて仕掛けていこうというそういった動きを見て取られます。さあしかしユーシングをそう簡単にミスをするわけにはいけません。せっかく初めてのポールポジション、公式戦初のポールポジションから、さあ初めてのポールトゥーフィニッシュに向けて、ポールトゥーフィニッシュでのマイシャルカップ通算3度目のトップチェッカーに向けて、ここは絶対に譲れないユーシング。さあハイスピードエトワール、現在好評放送中、好評放送中、ハイスピードエトワール。さあレンドーリンのその声援も受けながら力を借りて、さあユーシングがコマトップをキープしたまま残り2周、残り3周耐えきれるんでありましょうか。さあ先頭集団は間もなく2周目カルステル、おっと SRCN がパッシングをしております。早く前に出ていきたいというそういった気持ちが抑えられない SRCN、 しかしユーシングが抑えます。ユーシングが、あーっと危ない、ちょっと今カルステルで脱出ミスった。そして SRCN が前に出た、一瞬フラット滑ったユーシング、それを見逃さない SRCN。 メルセデス同所トップ争いは2周目カルステルで順位交代、SRCN がわずかなユーシングの隙を逃さずズバッと差し切った。さあこれで攻守逆転、今度は SRCN が逃げる、そしてユーシングが追う形になります。これは面白くなってまいりました。いやーユーシングワンミスが命取り、カルステルのやはりカルステルのイン側の縁石、あの縁石に足元を取られて、そして少しコーナー出しジリアをスライスさせてしまった、そのふらつきを見逃さず SRCN がズバッと差し切っていった。さあこれは高次元トップ争い、ワンミスも許されません。先ほどのようなワンミスが一気にこういったポジション変更にもつながるわけでございます。さあポジションチェンジがありました。 SRCN が先頭、2番手ユーシングジャンピングスポットを駆け抜けていく、そしてひな選手は現在3番手単独走行になっていますけども、まだメルセデス AMG 上位3台はキープしています。第1車はさあここがクレバーな走りで、第1車は前2台から蓋を水を開けられましたけども、なんとか3番手しっかりと自分の走りを続けていきます。そして4番手にはドラッグラインが上がってまいりました。4番手にはドラッグライン、5番手にゴーカー、そして6番手にパシュー、そしてユータ選手7番手、ハサウェイが8番手、そしてその後ろからさあピットストップを終えているベル選手が早くも8番手のハサウェイ選手に追いついてまいりました。さあ現在ピットストップで入った裏のトップということになります、このベル選手、緑と黒と基調としたこのカラーリング、アウディ R8 ファンナンバー9番が今まだピットに入っていたハサウェイ選手の後ろに追いつきました。さあしかしこのオーバーテイクするという瞬間も非常に緊張感を伴う一瞬でございます。さあどこでベル選手はこのハサウェイ選手を追いつけ回していくのか。さあしかしおっとハサウェイ選手なんかリアウィングに何か書いてありますね、なんか書いてありましたね、なんかちょいちょいちょいみたいな、あそうですね、ちょいちょいちょいって書いてありますね。さあハサウェイ選手が
ちょいちょいちょいと、さあ、ベル選手に語りかけている。さあ、リアウィングを使って、ベル選手に対してちょいちょいちょい、抜かさないでちょいちょいちょいと言わんばかりに、ここは語りかけていきますけども、そんなことはつゆ知らず、あっさりと、バイバイ走法をベル選手、前に出ていきました。さあ、ハサウェイ選手の語りかけにも、全く動じません、ベル選手。ここで前に出ていきました。そして、トップ2台は同時にピットストップです。SRC8 ユーシングは同時にピットストップ。同じマシン、同じタイヤ。さあ、これは完全に実力勝負ということになりそうです。そして、ヒナ選手がステイアウト。さあ、ヒナ選手はもう一周行く。ヒナ選手はもう一周行く。ここで戦略を分けてきたライスシャワー。さあ、漆黒のライスシャワー。ライスシャワーは、ライバルたちにより、ここは戦略を変えてきました。そして、SRC とユーシングは、ほぼ同時にピットアウト。そして、ユタ選手がステイアウトですね。ユタ選手はステイアウトでもう一周行きます。そして豪華、そしてドラッグライン、そしてパス選手、こういったあたりはピットストップに入っています。まあ普通なら2周から3周、ここが今レースの半分ですからね。レースの半分に入るのが、まあピットストップの戦略としては、まあベターな方ではないかなと思います。さあ、ここは半分の周回で、ここはスタンダードにピットストップに入るマシンが多くなってまいりました。さあ、豪華がベル選手の後ろ7番手でコースに復帰、そしてドレッグドラッグラインが現在8番手、そしてクリちゃん9番手、パッシュが10番手、そしてクラッシュがあったコーバンは11番手まで挽回。さあ、残り2周でどこまで挽回していくことができるのでしょうか。コーバン選手、さあ、ナンバー1番、まあ、ペースはいいですからね、コーバン選手。さあ、残り周回数あと2周しかありませんが、1周は長いですからね。さあ、その1周の長いコーバン選手が十分クリちゃんに一体どこまで追い上げてくるのか、非常に注目されるところでございます。そして、あ、まだやってますね、ハサウェイ。まだピットストップに入っていませんが、ハサウェイ選手はまだ5番手、ピットストップに入らずコースを止まっていますけども、ベル選手がなかなかこのハサウェイ選手を追いつくことができません。ピットストップ、ハサウェイ選手はもう一度ピットストップに入らなきゃいけないんですけども、さあ、先ほど長い長いストレートの前ではベル選手が前に出ていたんですけども、もう一度ここはハサウェイ選手が前に入っている、取り返しているということになっています。さあ、ポジションを取り返しているハサウェイ選手。さあ、ベル選手早めに行きたい。さあ、ここは NGK 試験で行くか。いや、ここは行きません。 NGK 試験では前に出ることはできません。これは北高生で争いになりそうです。さあ、ハサウェイはもう一回ピットストップに入らなきゃいけませんけども、これはちょっと意地ですね。やはり後ろから来たドライバーは誰一人立てたりもめちゃめちゃ噛みましたけども、誰一人たりとも俺の前を走らせねえと言わんばかりに、さあ、ピットストップの回数関係なしにここは抑えていく。これはベル選手にとってちょっと迷惑ですね。これは早く前に行かせろやというような。さあ、ベル選手はここで詰まってしまいますと、後ろからピットストップに入っている同じ条件の豪華選手が来ていますからね。さあ、ベル選手はこれはなおさら前に出ていきたいと。あ、しかしハサウェイ選手、あ、飛び出してしまった。我慢できなかった。ハサウェイ選手耐えきれませんでした。ここでコースアウト。これでまた順位が入れ替わります。いや、頑張ってブロックはしていたんですけども、ここで力つきました。ハサウェイ選手はこれで10番手、スバル BRZ でございます。さあ、ベル選手はこれ単独走行になりました。これで4番手のユタ選手に対して差を縮めていきたいところ。さあ、そして事実上トップ争い、現在 SRCN が現在2番手になっていますけども、事実上トップ、そして後ろからユーシンがさあ集まってきています。さあ、この2人の一騎打ちはおそらくこのまま続いていきそうでございます。しかし今度は前半スティットで SRCN が前に出たことにより、予選順位からはポジションが入れ替わっています。SRCN が前、ユーシングが後ろ、攻守交代。さあ、ユーシングは残り2周で SRCN を抜き返して優勝となるのか。そしてまだ忘れてはいけません、トップのヒナ選手です。トップのヒナ選手が万が一ピットストップでこの SRCN ユーシングをの前でピットアウトしてくることになると非常に面白いことになります。さあ、来週は明星 MG2 番手3番手の SRCN とユーシングよりも一周長いロングステント作戦に打って出ました。さあ、この作戦が果たしてどう動くか。そして同じ条件の SRC とユーシング、マシンも一緒、タイヤも一緒、そしてピットストップのタイミングも一緒、あとはこのコース上での一騎打ちということになります。さあ、 SRC とユーシング、あー、しかしユーシングも、いや、危ない。いやー、ユーシングもこれはもう分かってますね。これ SRC のをかわさないと優勝はありませんから、ユーシングもこれはいつも以上にドライビング、そしてアクセルワークにも力が入っているような感じ。そして SRC もこれは懸命に、これはユーシングの追従を振り切ろうと、これはもうギリギリのプッシュをしています。さあ、これはもう両者本当に極限状態での争いが続いています。
さあ、ユーシンをリアをスライドさせながら、ハイスピードエトワール。さあ、ユーシンがリアをスライドさせながら、ここは懸命に、SRCN にプレッシャーをかけていきます。そして、ユータ選手4番手、こちらはまだピックスって入っていません。さあ、ユータ選手と、ヒナ選手、上位ではこういう2人がまだピットストップには入っておりません。さあ、この2人がファイナルラップに入る前、必ず1回ピットストップに入らないといけませんから、そのピットストップを終えたときに、どこでコースに戻っていくのか、どの順位でコースに戻っていくのかっていうのを、非常に注目されるところでございますけども、さあ、こういった空いたスペースで、まあ、他のマシンとの争いを避けて、こういった単独走行でギャップを広げていくという、そういった戦法に打って出ました、ヒナ選手とユタ選手が。さあ、この戦略は一体どのように結果に結びつくのか、非常に注目されるところでございます。さあ、そしてトップじゃねえや、2番手争い、 SRCN とユーシングはカルステルに入っていきます。さあ、ユーシングが後ろで猛烈にプレッシャーをかけているんですが、 SRCN も全然ミスをしません。ああ、しかし、ちょっと SRCN がクリップポイント取れなかったか、ここで一気にグッと差が縮まった。さあ、一気に差が縮まった。これはうまくいきます。次のストレート、ドッティンガーストレートでユーシンが SRCN に仕掛けるようなシナリオも少し見え隠れするような感じになってきました。あー、そう、接触だ。あー、ちょっと今 SRCN はクリッピングポイント取れませんでした。そこでユーシンが飛び込もうとしたんですけども、ちょっとつじつま合わなくて接触してしまいました。しかし両者ダメージはなさず、ここは両者ダメージなしで、さあ、バトルを続けていきます。さあ、この後ドッティンガーストレートが待っていますけども、SRCN とユーシング、さあ、ユーシングがドッティングガーストレートで SRCN をかわすことができるんでありましょうか。しかしちょっと、これユーシングはそうですね、 SRCN に近づきすぎますと乱気流がありますのでね、前に近づいてしまうと乱気流が発生しますので曲がりづらくなってしまうんですよね。なので、まあ、ずっと後ろにつき続けてしまうっていうのもなかなか難しいもので、さあ、乱気流と戦いながらユーシング、まあ、芯が曲がりづらいような状態で、なおかつしっかり SRCN の後ろについていかなくならないという難しい状況になっています。さあ、 SRCN をなんとかペース上げていきたいんですけど、ユーシングの追跡が逃れられないような感じ。両者ちょっと、これはもう同じマシンでございますからね、同じマシン同じタイヤ、本当にこれはドライバーの腕だけがこの2番手3番手2人の差を生み出しているような、そういった感じを見て取られます。さあ、何かがあればすぐにポジションが入れ替わってしまうような、そういった距離感覚でいよいよドッティングガストで入っていきます。さあ、この距離感覚だとユーシングスリップにはつけるか、いや、この辺りのドッティングガストと前の脱出は SRCN のうまかった。ここで少しギャップを広げた。さあ、ユーシングこの差はちょっと厳しい、 SRCN ちょっとここは脱出速度で少し先手を打ってアドバンテージを生かしました。さあ、 SRCN がちょっとアドバンテージを広げて、いよいよこの2人はファイナルラップに入っていくわけでございます。そして現在暫定トップ、ヒナ選手はピットストップに入っておりません。この周回終わりに必ずピットストップに入らないとペナルティということになってしまいます。さあ、しかしヒナ選手は8分11秒605バステストラップも更新しながらトップをキープして、さあ、今ライスシャワー最終最後のピットストップに入ります。そして今 SRCN とユーシングは今最終コーナー、この2台はピットストップを終えておりますので、このコースにとどまって、さあ、ファイナルラップ、勝負のファイナルラップ、ラスト25キロに入っていきます。さあ、 SRCN 対ユーシング、ギャップを考えましてもトップ争いはこの SRCN とユーシングの2人の直接対決ということになりそうだ。1コーナー、横浜 S で陰陽こじ開けてきたユーシング、しかし SRCN は動じません。SRCN 動じない。しかしユーシング完全にスイッチは入っている、完全にスイッチは入っている。心の信頼に火が入った。セクター1全体ベストを更新。 SRCN とユーシング、この2人の争い楽しみです。そしてヒナは3番手でコースに戻ることができました。4番手にはベル、そして5番手にはドラッグライン、そして6番手にパッシュ、7番手にクリちゃん、そしてユータ選手はピットストップを終えて8番手コースに復帰。そしてさあ、ハサウェイ、豪華、この辺りはどうか。さあ、今バードレグと、そしてトニー選手が通過、そしてトニー選手が1コーナーに来るか。トニー選手、さあ、赤と黒のメルセデス MG、やはりメルセデス MG 今回は強い。
1コーナー横浜 S で鮮やかにオーバーテイク、10番手に上がってきました。しかもダメージを受けながらのオーバーテイク、これは見事。さあ満身創痍の中でトニー選手がなんとダメージを受けながらでございますが、ガードレグの前に出ることに成功しました。さあそして12番手にアポルチ911のサンドデモーテ、13番手にアルビー、ハサウェイがピットストップを終えて14番手、ウォーカー15番手、タピオカが16番手となっております。さあ第1種目トップ争いがまだポジションそのままポジションキープで北コースに入っていきます。さあこの北コースの逆転はあるのか。さあそして SRCN が2周目、カルステルでユーシングの一瞬の隙を突いてトップに立って以来、その首位の座をユーシングから何とか守り抜いています。しかしこの最終ラップが SRCN ユーシング両者にとりましても一番きつい、一番きつい、精神的にもタイヤ的にも非常に厳しいラスト1周になっています。さあこの1周を乗り越えてこそこのニルブルクリンク 24H 難関コースの勝者にふさわしい、そういったドライバーだと心から認められることでございましょう。さあニルブルクリンクの 24H 世界難関コースの女神は、勝利の女神は SRCN ユーシング、どちらに微笑んでくれるんでございましょうか。さあ最初の全角下に入っている最初の全角、おーユーシングが遠赤をカットしながらもうギリギリ前最短ルートを走ろうという、さあもうどんなことをしても抜く、何としても抜く、そういったユーシングの気迫が伝わってくるようなツヤリングさばき。さあハイスピードへとある、明生線 MG に襲いかかっていく。しかし SRCN がこの区間を守った。前回区間は SRCN の方が少し有利なのか。さあしかしスリップに入っている、スリップに入っている、全く逃しません。 SRCN の尻尾を全く逃さない。しかし優勝に続けてしまいますとユーシングも乱気流に飲み込まれてしまう、乱気流に飲み込まれてしまう可能性も十分にあります。さあ乱気流と戦いながらなおかつ SRCN 選手の後ろに突き続けてプレッシャーをかけていくユーシング。さあ北コースの半分が終わる、まもなく北コースの半分が終わります。しかしこの辺りはしっかりと SRCN のユーシング、いやー SRCN がユーシングのもうこの猛烈なプッシュを受けながら、しかしなんとか自分の走りを続けている、ミスは一切できません。ミスが一切できない状態で SRCN しっかりと自分の仕事を続けていきます。そして3番手には15号車、第1車は木田選手が、どうやらこのままいけば明生線 MG 1,2,3、 地元ドイツで明生線 MG が 1,2,3 フォーメーションになることは間違いなさそうですが、あとはこのトップ2台の争いがどうなるかです。さあ北コースの半分が終わりました。いよいよチェッカーフラッグに向かって残り半周、残り半周、もう一つの長いストレートが待っています。2本目のバックストレートが待っている。さあ左コーナー2キラウドコーナーを抜けて、この先のストレートに向けてトラクションをかけていかなければならない。さあトラクションをかけていかなければならない。ここのバックストレートの速度が非常に勝利に直結すると言っても過言ではない。 SRCN この辺りはすごい。 SRCN がちょっとここは気持ちいい。トラクションの差はユーシングより上か、少し差が離れた、少し差が離れた。この直線区間を SRCN 早かった。さあユーシングしかしスリップしてるんで、少しここからスリップが効いて差は詰まってきますけども、この先の右コーナーヘアピンカーブではちょっと仕掛けるまでの距離には至らないか。うわー芝刈り走法、コースいっぱいいっぱいを使ってユーシング、自身初めての公式戦マイシャーズカップポール2フィニッシュに向けて、絶対何が何でもこの SRCN を交わしたいという思い強いはずです。さあカルステルに入っていく、このカルステルで体勢を乱されないように、いや SRCN もここはしっかりとクリッピングポイントをついて、マシンが乱れる気配は一切感じられません。さあ高速化に入っていきました。残りレースも半分わずかになってきた、残りレースもわずかになってきた。 SRCN の優勝が少し差が離れた、少し差が離れた。最後のトッティングがストレート勝負になるか。さあユーシング、もうこの区間まで来てしまいますと、あとワンチャンス、最後のトッティングがストレートでの勝負になってくるか。しかしリアがスライドした、リアがスライドした、ここですごい離れた、差が離れた、
SRC 少しここギャップを広げた。先ほどユーシングに少しミスがあった。高速間 S 実感でユーシングマシンがスライドしてしまいました。ここで少しギャップが離れる。しかしまだここは射程圏内です。まだまだここは射程圏内。最後のトッピングがストップに入るときにこの2台の差は一体どのようになってくるのか。そして3番手にはヒナ、4番手にはベル、そして5番手にはパシ、そして6番手にクリちゃん、7番手にドラッグラインは7番手に落ちてしまいました。そしてユタ選手8番手、そして今日番がなんと9番手までポジションを上げてきています。さすがカーナンバー1番、オープニングラップのあのスピン刺激を乗り越えてなんとかシングルフィニッシュ、9番手は確保できそうです。そして10番手のバードレグはペナルティを受けながらございますが、現在10番手、そして10番、11番手にはサンドデボーテ、12番手に豪華、ハサウェイが13番手、アルビー、トニー、タピオカという順で、さあ、いよいよレーサークライマックス、最後のドッティングがそれに向かって、この差だ、この差、この差はちょっとつらいか、さあ、SRCN、2番手からの逆転優勝に向けて、最大の勝負どころ、最後の胸突き八丁、ドッティングがそれに入ってきました。しかしユーシングちょっと加速良かったかな。さあ詰まってきたか、詰まってきた、少し差は縮まっているが間に合うか、横にまで流れ並べるか。さあ SRC でも嫌っている、 SRC でも嫌っている、スイップスイムを嫌っている。しかし差は確実に縮まってきている。さあどうだ、間に合うか、間に合うか、ドッティングがそれと間もなく左コーナーに入る。さあこれは微妙な距離感になってきた、これは微妙な距離感になってきた。さあ縮まってきた、縮まってきた。さあ真後ろについた、真後ろについた、真後ろについた。ユーシングが右からつけてくるかどうだ、アウトサイドからいったかどうだ、止まれるか、止まった、ユーシング止まった。なんということだ、 SRCN 少し接触、最終コーナー立ち上がって、なんと大逆転か、大逆転か。 SRCN スイープストリームについてくるが、ここはかわせないユーシングだ。なんと最後の最後、ユーシングが最終ラップの最終コーナー、電光石火の一撃、最後の最後、トッティンガーストレート、スリップについてついて、ギリギリ最後のワンチャンス、インから芝生を刈りながら決死の突入、大成功。ユーシングが見事に最終ラップの最終コーナー大逆転でマイフラスカップ通算3勝目を飾りました。そして SRCN 最後の最後に敗れました2番手、そして3番手にはヒナ、メルセデス AMG が予選順位通りに、結果的には予選順位通りにトップ3独占という形でユルムクリンクレースを終えています。さあ先ほどのオーバーテイクシーン、もう一度リプレイで確認していきましょう。さあこの距離感です、この距離感、まあこの距離感だったら最後並べたらいいぐらいかなという距離感から、ここでグッと差を詰めてきて、そして最後インディングかと思えたらここでアウトに振った、このフェイントがうまくいってマシをねじ込んで、そして最後このブレーキング、よくあの速度域からブレーキング止まりきったなって感じですよね。しかも芝生に若干乗り上げながら最後ここブレーキが止まって、そしてズバッと差し切っていった。いやーこれ本当にもうユーシングの気持ちのこもった魂のオーバーテイクと言ってもよろしいでしょう。勝利への執念が最後劇的な形でユーシングを公式戦初めてのポール2フィニッシュへと導いたオーバーテイクということになりました。